ジタバタしてる。でも無駄だよ。私こう見えて力持ちだから。それにさ、お兄さんは手足が4本しかないけど、私は足だけで8本もあるからね。だからこうやって足を絡めてお兄さんの体を台無しにして、残った手で抱きしめてあげることだってできるんだよ。ぎゅー。お兄さんは優しいね。普通は見ず知らずの人を助けようだなんて思わないよ。なんで助けようと思ったの？ああ、水中だから話せないか。それになんだか苦しそう。呼吸ができないからかな。ちょっと待っててね。着いた。ここなら呼吸ができるし、私たちの邪魔をする人もいないね。あ、ここはね、私のお家。もう、そんなに嫌そうな顔しないでよ。私がここに男の人を連れてくるってことはね、お兄さん、相当私に好かれてるんだよ。それはもう、めちゃくちゃにしてあげたいくらいにね。私に何されるか想像しちゃった？そっかそっか、想像しちゃったのか。え？ごまかしても無駄だよ。だってお兄さんさ、さっきから顔が赤くなってるんだもん。口では嫌だ嫌だって言っててもね、お兄さんの体は正直なんだよ。だから嘘なんかついてないで、もっと素直になりなよ。だから答えてお兄さん。私に何をしてほしいの？ここで何も言わないってことはね、私に何をされても文句を言えないってことなんだよ。それでもいいの？そっか。じゃあ私が勝手にやるね。まずは、お口、塞いじゃおっか。よいしょっと。どう？苦しくない？苦しかったら言ってね。まあ、その様子じゃ話せないだろうけど。かわいい。そんなにお目々をうるうるさせて何を伝えたいの？助けてって合ってるのかな？よかった。合ってたみたい。でもおかしな話だよね。私を助けようとしてくれたお兄さんが、私に助けてだなんて。本当に最高だよ。もっといじめたくなっちゃう。じゃあ次は目隠ししちゃおっか。これで前が見えなくなったね。怖くて震えてるお兄さんもかわいいな。でも大丈夫。心配しないで。これからは何も見えない状態で私に溺れ続けるだけだから。お兄さんはただ私に美味しく食べられちゃったらいいの。じゃあいただきます。